はい、お晩でございます。佐渡伊藤酒店晩酌1号 1A です。今夜も佐渡島からお送りしますしております。今日は4月の23日土曜日、午後11時50何分ということで、もうすぐ24日の日曜日になるところです。まあ日をまたいでのことになるけど、そんなことはどっちでもいいんだけど、今日は土曜日、夕方の惣菜が卵コロッケと揚げ出し豆腐でした。少し残ったらええかなと思ったんだけども、残念ながら全部、残念ながらじゃねえけど、幸いにもありがたいことに、完売しまして、夕飯はみんなでなんかそばをすすって終わったような、焼きそばを作ってそれスルスルってやって終わったような状態でした。まあそうなると晩酌1号1会もつまみがないということで、そういう時には一番のごっつ QBB のベビーチーズカマンベール入りです。これは文句なし。はい、いや、酒はこれ新潟の柏崎あたりの無色透明の酒です。新潟の酒なんで、まあ無色透明は当たり前なんですけど、淡麗純米、どっかの淡麗純米っていう酒を飲んでおります。まあこれは冷やで飲んでおりますが、淡麗純米ということで飲んでおります。つまみはベビーチーズカマンベール入りで、明日は日曜日でちゃんこなんて惣菜休みなもんで、ちょっとちゃんこを作ってみようと思っておりまして、前にあげた2月3日に作ったちゃんこを放送中撮ったのは、あら、まあひでえもんで大変申し訳ないです。ちゃんと撮ったなんて嘘ばっかり言うて、全然何作っとんだかわからんかったと思うんで、明日はちゃんと材料と分量と、それと、まあ掘り込み方なんかをもうちょっと真面目にしっかりと、分かるように、カメラで撮ってやってみようかと思っております。でこの前は確か豚肉の他にあれがタラが入ったんだけど、今日はタラ、明日はもうタラはもう時期らねえもんで、ちょっと違うもんを入れてみようかと考えております。豚肉の他にもう一つ違うもんをメインのその鍋の料理っちゅうかな、豚味噌ちゃんこのプラスなんとかっちゅうような感じのちゃんこやってみてみようかなと思っております。まあ時間かかるかもしれんけど、まあ、そんなことは関係ねえ、プツプツプツっと編集すればいいわけでして、なんとか、4時ぐらいからじっくり、下準備し始めてやってみようかと思っております。明日の味噌炊き味噌ちゃんこ、はい、お楽しみに。36年前、多分あれ平田さんちゅう人から教わったんじゃねえかなと思っております。味噌炊きあります。はい、明日お楽しみください。味噌ってください。以上、佐渡伊藤酒店晩酌1号1会でした。